ガーデン島海軍チャペルにあるオーストラリア海軍駆逐艦を記念したステンドグラス。最上段の紋章がクズ鉄戦隊の5隻。クズ鉄戦隊は第二次世界大戦中に地中海及び太平洋で戦ったオーストラリア海軍の駆逐艦部隊を指す名称である。クズ鉄戦隊は5隻の駆逐艦、ボイジャー、ヴァンパイア、ベンデッタ、ウォーター編からなっており、 いずれの駆逐艦も第一次世界大戦時にイギリス海軍で使用された後、1930年代にオーストラリア海軍へ移管されたものであった。クズ鉄戦隊という名は正式なものではなく、戦隊が地中海へ派遣された際に、ドイツの国民警簿、宣伝大臣、ヨーゼフ・ゲッペルスが旧式艦で構成された戦隊を揶揄した別称として誕生したものであった。 しかし地中海の戦いやその後の太平洋の戦いで旧式駆逐艦たちは多大な貢献を果たし、やがて、クズ鉄戦隊の名は五隻の継承となった。ゲッペルスが五隻をクズ鉄と呼んだ後、イギリス海軍地中海艦隊司令長官であったアンドルー・カニンガムがオーストラリア大議員で読み上げられたメッセージの中で次のようにコメントして、オーストラリアの駆逐艦を称えている。 オーストラリア駆逐艦の将兵たち以上に、クズ鉄の価値を評価できる者はいないだろう。Nobody will appreciate the scrap, better than the officers, and men of the u s t r a l i a n s 2010年3月にはオーストラリア海軍軍楽隊によって、船体を記念した曲である、スクラップアイアンフロッティラが演奏された。YouTube のオーストラリア海軍公式チャンネルで視聴が可能。 船体は次の5隻の駆逐艦で構成されていた。スコット級共同駆逐艦である、スチュアート以外はいずれもアドミラル TV、W 級駆逐艦である。このうち1941年に地中海でウォーター編が、1942年にはインド洋でバンパイアが、ティモール島でボイジャーがそれぞれ戦没し、第二次世界大戦を生き残ったのは2隻のみであった。 老朽化のため、大規模な修理が必要になった艦もあり、修理完了後は主に船団護衛や、輸送任務に使用された。スチュアートは高速輸送艦に改造されて使用された。ありがとうございます。